ましたよね。事情があって今は愛ちゃんの力を借りてるんです。慣れてくれると嬉しいです。待て、白ヤギさん、覚悟してください。私たちの力で終わらせます。愛ちゃん、お願い、任せてください、サナ。誰一人ここから逃がしません。それではさようなら。